乗りすぎかじのり、すは、明治から昭和期の文部官僚、教育者、日本に社会教育を体系的に紹介した人物とされている、富山県出身、都並市出町誠武寺言武帝の次男、兄は、乗りすぎ教ありである。1904年に、東京帝国大学文科大学哲学科卒業後、同大大学院に進学して、実践哲学を研究するが、 同年秋より文部省に招かれて普通学務局に配される。1909年に第五高等学校教授に就任する。1913年に文部省に復帰してただし学館に就任。1917年には教育と教授法研究のためにアメリカ・イギリスに1年半留学。さらにフランス・イタリアの教育事情を視察して帰国した。アメリカで ジョン・デューイなどと意見を交わし、日本の教育行政が学校教育に偏りすぎて、社会に出た後の教育がおろそかになっていると考えるようになる。それを克服するためには、社会教育の充実が必要であるとの考えを抱いて帰国した。帰国後、図書館を経て19、1919年に学務局第四課課長に就任する。社会教育という言葉は、明治期から、 すでに存在していたが、当時の政府、文部省は、社会主義を連想させる、社会教育という言葉を忌避して、通俗教育という言葉を用いていた。だが、乗りすぎはあえて、社会教育という言葉に関わり、自ら初代、社会教育課長を自称していた。乗りスぎは早速社会教育主事を設置し、翌年には、社会教育研究会を組織するなど、社会教育の普及と、 学校の社会化に尽力した。また、社会教育には人間の独立、独歩を必要とするという考えから、図書館こそそのための研鑽の場であり、教育的デモクラシーを実現する場所であると考え、田中稲荷らともに図書館の地位向上を図り、1919年に図書館員を専門的に養成すべしということを、県議し、1921年には、 司書育成のための施設である図書館員教習所を設置した。だが、その設置場所をめぐって、帝国図書館館内に設置を望む、乗りすぎ都道館はすでに蔵書も置けないほど手狭である。ことを理由に拒絶する館長の田中が対立し、文部省はこれを機に、田中を帝国図書館館長から追ったのである。代わりに、図書館についての知識のない教育者の松本喜一が、 公認の館長とされたことから、日本図書館協会などから、乗りすぎに対しても非難を浴びせられたという、1923年の関東大震災直後には、乗りすぎはこの山条を歴史として残す必要があると考え、記録映画を撮らせている。同年には、自身の社会教育論をまとめた、社会教育の研究を刊行している。乗りすぎはこの中で、社会教育を個人をして、 社会のインタルに適応する、資質能力をエセシムる家作業であると定義し、学校教育、家庭教育のほかに、一般社会の知識や道徳、文芸美術への関心向上や体力増進、生活改善のための教育が必要になると唱え、その実現のために教育行政は、学校の拡張事業、公開講演事業、図書館、巡回文庫、教育観覧施設、 各種収容団体、職業指導、民衆娯楽の改良事業、公衆体育、生活改善運動、特殊児童の保護教育の以上10項目の充実、発展に取り組む必要があるとしている。また、日本人が国家に対しては公共犠牲を捧げることはできても、社会一般に対してこれを捧げることができていないと指摘し、さらに自主自立の精神に乏しいことを嘆き、 個人の自立と社会協同や公共奉仕の精神を両立させてこそ本当の意味で民族精神を発達させて国体の維持につながると主張した。これは一見すると国家主義的にも見えるがその来実は自由主義、個人主義と公共性の両立可能な人間の育成を目指したものであった。図書館協会などで共に活躍した中田国造は当時の役人としては 型破りな人物と表紙だが、猛烈な仕事ぶりに、省内では、油乗りすぎという意味を轟かせる一方で、アメリカの影響を強く受けた乗りすぎの、社会教育論への省内の警戒感は強まり、乗りすぎは孤立するようになる。1924年、学務局第四課は、正式に、社会教育課と解消され、乗りすぎは、自称から、本物の初代社会教育課長となる。だが、 その直後に松江高等学校校長へと転任となり、文部省を去ることになった。さらに1928年には東京音楽学校校長に転任することとなった。晩年は音楽教育に力を注ぎ、日本教育音楽会会長、音楽会管理事長などを歴任した。ありがとうございます。